コブラカは、波中交友うろこめに分類されるとが、アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、スリランカ、日本、パプアニューギニア、フィリピン、台湾、海蛇類は、インド洋、太平洋、全長585センチメートルと、独者としては、世界最大種のキングコブラも含む。海蛇類は、オガ、 即変して、ヒレ状になる。獲物に毒を注入するため特殊化した葉はあまり、大型ではなく、上顎骨の先端に固定される。毒牙は、不完全な感情。毒牙の後方に、通常の死列がある種が多い。一部の種は、開口部が前を向き、筋肉で毒船に圧力をかけることで毒液を紛失させることができる。本家の構成種が有する毒は、 神経毒と呼ばれる種類のものである。高い速攻性を持ち、獲物となる動物の神経の方言を塞ぐことで、麻痺や痺れ、呼吸や心臓の停止をもたらし、ひいては死に至らしめる。こうして獲物の動きを止めた後に捕食することができる。中には、タイパンのように出血毒を持つ者や、毒吐きコブラのように細胞毒を持つ者も,もいる。 人が交渉を受けた場合、小動物よりは効き目は遅いが、出血毒を持つ鎖蛇科に噛まれた場合に比べると早いので、速やかに医療機関に連絡し、救急搬送を受ける必要がある。なお、この毒は成分がタンパク質で構成されていることから、そのまま口にしても単に養分として体内に吸収されてしまいがいはない、ともされているが、高校内や、 上部消化管に傷や出血性の海洋を生じていた場合、毒素が体内に取り込まれる場合があり、毒を口で吸い出す際は注意が必要である。草原、森林、海洋等の様々な環境に生息する。一部の種では頭部を持ち上げ、頸部の暴らぼれを広げることもある。獲物に噛みついたまま離さずに毒を注入し続けることが多いが、 タイパン類やマンバ類などのように噛みついて離した後で、嗅覚で獲物を追跡したり、ブラウンスネーク類などのように噛みつきによる毒の注入と締め付けを同時に行う種もいる。両生類や、爬虫類を食べる種が多いが、蝶類や哺乳類などを食べる種もいる。海蛇類は主に魚類を食べ、魚卵を染色する種もいる。繁殖様式は、男性の種が多いが、オーストラリア周辺に分布する種や、 海蛇類などでは、大生の種もいる。コブラーカエラピニーは2つの属に分けられる。海蛇アカヒドロファイネには、東南アジアからオーストラリアに分布する地上生種と、インド太平洋に分布する海生種が含まれる。伝統的な分類では後者のみが、海蛇アカ、または海蛇科とされていた。卵生種と卵大生種がおり、海生の海蛇は、 卵体生死から進化したと考えられている。この群の特徴として、口を開けた時に公害が翌上骨に対して立ち上がらないことが挙げられる。日本では2020年の時点で、過単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛眼目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。